ですか。おう、この間借りた DVD 返すね。ありがとう。どういたしまして。この映画良かったでしょう。公民館で2人が結ばれるラストシーンが最高に泣けた。ね、他にもおすすめの作品ない？そうだな、好きなジャンルとかある？ホラー以外なら何でも。私こういうのだけはダメなんだよね。じゃあ海外ドラマなんてどう？ね、あれは？君はシャングリラって海外ドラマ、雑誌でも話題になってるよね。ああ、あれは面白いけどやめといた方がいいと思う。どうして？ハマりすぎちゃうとか？それもあるけど。ごめん、他にいいの思いついたら教えるから。コニー君、あれ見るのやめといた方が。君はシャングリラ、ネットでも評判いいですよ。とにかくそのタイトルは僕の前で出さないでくれ。うわー。お、あ、君はシャングリラって、あ、ブラウン係長まで。コニーさん、コニーさん、今君ちゃんの話してなかった？君はシャングリラのことですか？そうそう、俺君ちゃん好きなんだよね。まだ見てないなら俺の DVD 貸そうか。 お気に入りだから毎日持ち歩いてるんだ。でも私が君ちゃん見たいって話するとみんな止めるんですよ。怖い話じゃないですよね。私ホラーだけは苦手で。まさかまさか、笑って泣けて最高のドラマだよ。それなら借りておくかな。じゃあまず2巻まで見たら感想を聞かせてよ。翌日、もうすっごい泣いちゃいました。1話だけって思ってたのに結局朝まで一気に見ちゃって。うん、俺もそうだった。はい、これ続きの DVD ね。T シャツを干すのエピソード特に泣けるから、おっと、ネタバレ厳禁。見たら感想を聞かせてよ。ありがとうございます。1週間後。おはようございます。あ、コニー、ずいぶんやつれたわね。ムーン係長が毎日キミちゃんの DVD 貸してくれるから毎日感想聞かれるし、この1週間で全50話一気に見ちゃったわ。さすがにもう限界。やっぱりコニーさん、最終回の感想聞かせてよ。あー、なんていうか達成感でいっぱいです。あと解放感。そうかそうか、うんうん。じゃあシーズン2いっちゃう。ん、今シーズン5まで出てるからね。あー、その前にキミシャンザムービーも見ておいて。あ、そういえばスピンオフドラマだよね。